成田翔は、秋田県秋田市出身のプロ野球選手。左投げ左打、千葉ロッテマリーンズ所属。ほ田の小学校4年生から野球をスタート。秋田東中学校では、軟式野球部に所属していた。中学時代の同学年のチームメイトに、石井太一がおり、それまでエースだった石井から、3年生の時に、エースの座を奪っている。秋田商業高等学校進学後は、 一年の夏は、控え投手として、第95回全国高等学校野球選手権大会に出場。初戦の富山第一高校戦にリリーフで登板し、2回を無失点3奪三振と結果を残した。2年の秋からエースとして、チームを引っ張り、3年の夏の秋田県大会では、準々決勝の西目高校戦で9回16奪三振、続く。 秋田工業戦では9回14奪三振、そして決勝の秋田南高校戦では9回9奪三振完封、県大会は39回を投げ55奪三振の高等で甲子園出場を決めた。第97回全国高等学校野球選手権大会では、初戦の龍谷高校戦で9回1失点16奪三振の高等を見せ、注目を浴びる。 3回戦の告げせな要する県大高崎高校戦は10回、3失点の熱湯でベスト8進出。秋田県勢では20年ぶり、秋田商業としては80年ぶりのベスト8に貢献した。準々決勝は仙台育英高校の佐藤瀬名との投げ合いになり3回までパーフェクトに抑えていたが、4回に平沢大河に本塁打を浴びるとその後も失点を続け、 3から6で試合に敗れた。甲子園、通算4試合、28回に、3、33奪三振、防御率2.51。大会後は、第27回、WBSCU-18、ベースボールワールドカップの日本代表に選出され、2試合で5回を無失点に抑え、準優勝に貢献した。第70回国民体育大会では、 初戦の九州国際大付属高校戦で11、三振を奪い、にアンダカンプー。二回戦の東海大相模高校戦はリリーフで、登板し、2イニングを無失点に抑えた。高校卒業後に、社会人野球でキャリアを積む予定だったが、3年夏の選手権全国大会や日本代表での経験を、背景に、日本学生野球連盟へ、プロ志望届を提出した。 2015年の NPB プロ野球ドラフト会議では、千葉ロッテマリーンズから3巡目で指名を受けた。契約金5000万円、年俸600万円という条件で入団に至った。背番号は41。2016年には、イースタンリーグ公式戦7試合に登板。通算投球回数は18イニングで、勝敗はつかず、防御率も6.00にとどまった。 一軍昇格の機会はなかった。2017年には7月13日のフレッシュオールスターゲームではイースタンリーグ選抜の5番手投手として5回裏に登板。1イニングで対戦した4人の打者から2つの三振を奪い無失点でしのいだ。イースタンリーグ公式戦では9月上旬まで18試合に登板。3勝3敗、防御率3.32の成績を残した。 9月6日の対埼玉西部ライオンズ戦、延長10回裏に救援投手として1、軍公式戦へのデビューを果たすと、1死を取っただけでプロ初ホールドをマーク。9月29日の対オリックスバファローズ戦では、1軍公式戦での初先発を経験した。しかし、5回表に、T 岡田から、日本プロ野球公式戦、通算99,999本目の、 本塁打を浴びると、6回表には、クリス・マレーロに20万本目の本塁打を記録された。結局、6回を投げて、被ン打を5に留めたが、以上2本の本塁打による4失点で1、軍公式戦初黒星を期した。2018年には、中継ぎとして5試合に登板。防御率は4.50だった。シーズンオフには2018日米野球に、怪我のため辞退した。 石川修太に代わって追加招集された。2019年は1軍での登板はなかったが2軍では自己最多の51試合に登板した。シーズンオフには肘の位置を下げるフォームに変更した。ありがとうございます。